景気よく燃えたの。あれでは追ってくるのは無理じゃろうな。というか港は壊滅、町自体復興できるかどうか。あんた清涼にどこまでしゃべ。美貌の魔女が極悪非道なゴーマにさらわれていびられるエピソード2、怒りのマギルーまでじゃよ。よくわかるわ、奴らが処刑しようとした気持ち。忙しそうね。全く手が足りん。急いで方角を確認して倉庫の荷も固定しないと。とりあえず帆は張ったが、ロープの結び方はこれでいいのか。多分ほどけなきゃ問題ないわ。目的地はローグレスよ。よろしくね。わかってるが、この人数で船を動かすのはきついぜ。どっかで船員を雇わねえとな。それにこのまま進めば。ベルベット、方角はどうだ。見にくいわね。違うよ、持ち方。船が揺れても大丈夫な工夫。ベルベッタ！問題ないわよ。あんた名前は？ニゴ。じゃなくて本当の名前あるでしょ。持ってみる。命令なら。どうしたいか聞いてるんだけど。答えるのが命令？そうよね。命令すれば自爆だってするのがあんたたち。それが精霊。やっぱり道具か。なら余計な口聞かないで。何？後方から砲撃！海賊船だ！あの旗はまさかアイフリード海賊団？バッチリ狙いをつけられてるぞ。海の上でやり合うのはそうやばそうじゃの。陸につけて他で迎え撃つ。本当にゴーマの集団だ。これは使えるかもな。ゴーマと知ってやるか。イカれた奴らだな。陸の上なら容赦はせんぞ。命令よ、2号。こいつらを蹴散らせ。おっと、相手は俺たちじゃないぜ。俺だ。精霊？いいや、死神だ。こいつはどうだ？何なのこいつは！精霊が海賊をやってるのか！成功よし、ペンデュラム使いはいないようだ。そこや！呪い！好きにさせん！ルージン君！ほら、こいつはどうだ？こいつはどうだ。捕らえられまい。風神拳。こいつそこよ。呪い。行くぜ。捕らえられまい。呪い。風神拳。
逃がせよ。見切れるか。二の数封じ君そこだ。くらいつくぜ。封じ君それが筋が見切れるか。見切れるか。見切れるか。封じ君そこよ。二の数封じ君こいつはどうだ。見切れるか。好きにさせん。そこよ。行くぜ。リンゴを一脚合格だ。力を貸せ。は？ずいぶん勝手な言い草ね。エラビーサを燃やした奴らほどじゃない。知ってて試したのか。ついでに助けてもいる。あのまま進めばボーティガンの開門に潰されていた。あんたらミッドガンド領に向かってるんだろ。それにはこの先の海峡を通らなきゃならないけど、そこは王国の要塞が封鎖してるんだ。文字通り巨大なもんでね。そんな要塞が。事実なら借りができたな。俺たちも開門を抜けたいが戦力が足りない。協力しろ。海賊の言うことを真に受けるほどバカじゃない。自分の目で確かめるか。いいだろう。命を捨てるのも自由だ。なんじゃ、断ってもいいのか。お前たちはお前たちで、俺たちは俺たちでやる。それだけのことだ。けど副長一人じゃ。やっぱり俺たちも一緒に。足手まといだ。お前らは計画通りヴァン・エルティア号を動かせ。私には航海も戦いも手伝え、見守ることしかしたくないんじゃ。でしょうね。ダイル、ボーティガンの開門ってのはそれほどのものなのか。警備艦隊付きの大要塞だ。何よりでっけえ門がついててな。あれを閉じられたら戦艦だって突破は無理だ。海峡を避けて王都へ行く航路は。あるにはあるが、外洋を大回りすることになる。無理に進んでも遭難するだけだ。あんたたち何をする気なの。言った通り開門を抜けるのさ。手伝わない奴にはこれ以上言えないね。できるの。副長ならやってくれる。ずいぶん信頼してるんだな。あいつは精霊だろ。そんなの関係ない。副長はうちの船長が認めた男なんだ。あんたたちなら海峡を避けて航海できるでしょ。今は無理だ。前の襲撃で仲間と羅針盤をやられちまったからな。羅針盤。何より俺たちは海賊だ。行く手を塞がれたからって引き下がれるかよ。それが海賊か。利害は一致してる。海賊たちと手を組むしかなさそうね。まあな、進むも破滅、引くのも無理なら抜け道にかけるしかあるまいって。手伝う気ないくせに。当然の。あの精霊はただものじゃない。まだ力を隠している気がするが。ボウも同じ精霊じゃろ。何かわからんか。
思惑があるのはお互い様よ。とにかくあいつを追う。言っても無駄だろうが、アイフリード海賊団には関わらない方がいいぜ。アイフリードって言えばどんな船乗りもビビる最強最悪の海賊だ。ゴーマのくせに情けないこと言うわね。ゴーマだって怖いもんは怖い。アイフリードってやつはそんなに強いのか。そりゃもう傍若無人の喧嘩して人間なのに鬼のように強えって噂だ。仲間も命知らずの暴れん坊揃いでな。事実王国海軍を何度も返り討ちにしている。それに奴らのバンエルティアンを異大陸まで航海したっていう伝説の船なんだぜ。おう、なかなか骨のある奴らみたいだな。それにしてもやたら詳しいわね。まあな。アイフリード海賊団の自由奔放さは海の男の憧れでもあるっつうか、なんつうか。ふーん、別にいいだろう。憧れにゴーマも人間もトカゲも関係ねえし。じゃマイナーなもんでな。刀の錆にしてやるぜ。やれやれ。大したことなかったわね。
勝負ありだな。海賊を信じる気になったか。まさか。けど要塞を抜けた後、王都まで船と船員を貸してくれるなら協力してもいい。いいだろう。が、こっちも一つ言っておくことがある。俺は周囲に不幸をもたらす死神の呪いにかかっている。千回振っても裏しか出ないほどの悪運だ。要塞を抜けようとした時も五人犠牲が出た。同行すれば何が起こるかわからんぞ。なぜそんな不利な情報を教えるの。ゴーマも理不尽に死にたくはないだろう。知った上で来るなら自己責任ということだ。どうでもいいわ。裏なら自力で表にひっくり返すだけよ。名は？ベルベット。これは2号。俺は六郎。よろしくな。アイゼンだ。要塞を攻略する策があるんでしょ。聞かせて。結論から言えば、ボーティガンの守備は鉄壁だ。海から攻めても陸から攻めても落とせない。おいおい。いや、なら同時に攻めれば。うん、そうだ。まずバンエルティア号で攻撃をかけ、警備艦隊を海峡から引きずり出す。その隙に俺たちは要塞に侵入し開門を開く。バンエルティア号は艦隊を振り切って海峡に再突入。俺たちを拾って駆け抜ける。一つ間違えれば全滅だな。けど間違えなければ勝ち目はある。死神同伴でか。作戦はもう始まっている。行くぞ。要塞の入り口は洞窟を抜けた先だ。命がいらないようだな。そこだ。食らい尽くす。こいつの手は。危ねえ。ラストストライク。いいかせ。ルージー君。そこよ。こいつはルージー君。どうだ。呪えぜ。そこよ。そこよ。ディエンレイ客。呪い。この程度で。そこだ。食らい尽くす。その力、興味がある。
すごいツタ絡み合って。携帯用の着火剤がある。これで燃やせ。こんなところで火を使って平気？普通は平気じゃない。だが俺たちはゴーマと精霊だ。ああ普通じゃなかったわね。片付いたみたいな。行くわよ。済ますぞ。こいつはどうだ。ユーレイ君そこだ。食らいつくせ。ユーレイ君そこね。ラッシュストライク次そこだ。食らいつくせ。ドロイセイヤウジ火にかかるラッシュ。話にならないわね。でも悪いんじゃないのか。もともとこうよ2号は。やめろよ2号なんてかわいそうだろ。あんたの名前の意味は。兄弟の6番目で六郎だが。それと同じよ。同じじゃないだろ。大丈夫か少年。なんで声を上げないの。気づくのが遅れてたら死んでたわよ。命令だから口を聞くなって。あれは違う。あんたはなんでそんな。落ち着けベルベット。お前大魔師に刺激されていたのか。やはりそうか。こいつは意志を封じられているんだ。本来精霊は人間と同じ心を持つ存在だ。だが大魔師どもは強制的に精霊の意志を封じ込めている。道具として使うためにな。ずっとこのままなの。わからん。大魔師の配下から脱した精霊は初めて見た。少年、困ったことがあったら言っていいんだぞ。困ったこと。蹂躙しろ。ウィンドランス。そこだ。ミッドステップ。
こだ。くらいつくせ。呪い。クリア。逃しはしない。サンダーブリッツ。そこよ。呪い。そこだ。くらいつくせ。その呪い。クリア。逃しはしない。サンダーブリッツ。そこよ。無敵かと思いきや、すでに狂気だな。いざ参る。そこだ。くらいつくせ。とどめ。うじくん。なっとりくん。うじくん。そこだ。くらいつくせ。とどめ。ラッシュストライク。この程度で。逃がしたよ。これが死神の力だ。呪い。クリア。逃がしたよ。こいつは。くらいつくせ。呪い。クリア。逃しはしない。サンダーブリッツ。そこだ。くらいはどうだ。呪い。邪魔するなら始末する。とっとと済ますぞ。そこだ。くらいつくせ。やってよ。とどめ。ラッシュストライク。ほらやろ。ふじくん。そこよ。そこだ。くらいつくせ。呪い。せいや。そこだ。くらいつくせ。呪い。逃しはしない。サンダーブリッジ。次。そこだ。くらいつくせ。呪い。そこよ。呪い。クリア。そこだ。くらいつくせ。やれやれ。一気に片付ける。そこだ。くらいつくせ。とどめ。ラックストライク。そこよ。そこよ。そこよ。呪いが。いいさせん。フリットステップ。フリットステップ。いいさせん。いいさせん。捕らえられまい。いやらしいだ。次はドイツだ。そこよ。容赦も情け一切かけない。トータス、トータス。亀のゴーマ。いいえ、ゴーマじゃないっすよ。オイラはホワイトカメニス。驚かせてしまって恐縮っす。ゴーマじゃないなら精霊か。いえ、亀人は亀人っす。諸々のご不審はごもっともっすが、これ以上の追求はどうかご勘弁いただきたいっす。おう、これはご丁寧に。恐縮っす。亀人一族は、やり手の旅商人。俺たちのような裏稼業には、何かと重宝する存在だ。行商人か。役に立ちそうね。はいっす。お客様の笑顔が第一。それがホワイト神屋のモットーっす。ただ、場所が場所だけにお値段は少々お高めになってしまうっすが。いやよ。負けて。誠に申し訳ないっすが、辺境の商売は何かと手間賃がかかりまして。それはそっちの都合でしょ。確かにそうっすが。素直に認めたわね。じゃあ通常価格で手を打ってあげるわ。感謝の印にお客様の笑顔ってやつをやっとくか。に
恐縮っす。すごい値切り方だったな、ベルベット。当たり前の交渉よ。食い殺して品を奪うよりマシでしょ。お前、死神より恐ろしいな。仮面人。あんな変な奴がいるなんて世界は広いよな、少年。うん。あっちも俺たちを見て同じことを思ってるだろうさ。ゴーマと精霊と死神のご一行。はでしょうね。興味がある。やれやれね。準備はいいわね。そこよ。こいつはどうだ。ストライク。呪い。ほら、そこだ。ナイス。呪い。とどめ。そのけ、ラッシュストライク。ステップ。この程度。手応えがなさすぎる。一気に片付ける。クライスクス。そこよ。リッドラッシュストライク。一の方。ウィンドランス。そこよ。ほら。そこよ。そこだ。クライスクス。そこよ。呪い。セイヤ。逃しちゃった。やったよ。ウィンドランス。リッドラッシュ。そこよ。呪い。ウィンドランス。そこだ。クライスクス。やれやれ。いざ参る。そこだ。クライスクス。逃しちゃった。サンダーブリッジ。ウィンドランス。そこよ。行けないか。そこよ。行けないか。そこよ。そこよ。そこよ。クライスクス。この程度か。そこだ。クライスクス。そこよ。逃しちゃった。サンダーブリッジ。ルージック。そこだ。ルージック。クライスクス。呪いです。ふっふっ。そこよ。しまった。捉えられない。無手かと思いきや、すでに狂気だな。お前の。
容赦の情け一切かけない。アイフリード海賊団の副長は妙な弦を担ぐのね。癖みたいなものだ。どうせ裏しか出ない。その金貨ってどこの国のものなんだ？表は女神、裏は死神なんてのは初めて見た。裏側は厳密には死神じゃない。これは魔王ダオスだ。なんかどっかで聞いたような名前だな。女神マーテルと魔王ダオス、ラグナロック第765章ユグドラシル戦記より。ほう、よく知っているな。これは異国の古代遺跡から発掘されたカーラーン金貨と呼ばれる貨幣だ。柔らかい金でできているが、特殊な加工で硬度が高められていて傷がつきにくい。へえ、随分珍しいものなんだな。あんた本が好きなの？好き？テレサ様の部屋にたくさん本があって、僕はいつも本を読んでいた。ラグナロックは神話時代の戦記で何回も読んだ。それにしてもそんな珍しいコインどこで手に入れたの？話せば長くなるが。ならいい。ちなみにさっきはコインで何を決めたんだ？今話すようなことでもない。そうか、余計な詮索だったな。すまん。俺の勝ちだな。警備がいないな。押してみるか。待て、調べた状況と違う。結界が張られてるのか。警備を変えやがったな。なるほどね。さっきのサソリやこの結界が死神の不幸ってわけか。この程度で済めばいいんだがな。正面突破は難しいな。どう攻める？崖を降りた先に検察陣に使われた搬入口があるはずだ。そっちを探る。よく調べたわね。この程度は当然だ。
こっちには警備がいるな。つまり結界はないってことね。行くわよ。ダメ、その人は。気をつけろ、そいつは。こいつはいきなりゴーマになりやがった。どういう風よ。だから言っただろ。ゼロインパクト。逃がせよ。そこよ。そこよ。ゼロイセイヤ。そこだ。クリスポステップ一度くださいよ。警備がゴーマ病にかかってるとはな。これも死神の力か。まあな。けど突っ込んでたら危なかった。止めてくれて助かったわ。俺じゃない、気づいたのはこいつだ。これからもしっかり警戒頼むわよ。死神が一緒なんだから。喋ってもいいってことだよ。警戒はしっかり。